どうもパッチワークです。よろしくお願いします。地味でごめんなさい。派手派手、ね、本当に、でもね、芸人さんの交換日記って素晴らしいね、うん、まあね、いいことやね、ね、うん、僕らパッチワークもやろうか。え、交換日記、いやいや、ちょっと、ね、やろうよ。いやいやいや、いや、やろうよ、交換日記ね。 いいじゃん、交換日記しようよ。いや、本当にしようよ、マジで。てか、やる必要ないやん、ね、俺ら10年間一緒に住んでんねん。そうなんですね、僕らね、言い方けど同棲してるっていうのかな。同棲とかやろ、誤解されるやろ、ほんま。でもほら、同棲生活じゃ分からないことを交換日記するっていいじゃない。まあ、分かるけど ね昨日何やってたのかなっつって、はい、ね、いや、昨日一緒にネタ作ってたやん。え、そうそう、何にもできへんかったけど。いや、でもほら、じゃあ昨日何食べたのかなっつって、はい、いや、昨日近所の定食屋一緒に行ったやん。お前キムチ定食、そうそうそう、俺野菜炒め定食、うん、福神ね、福神、俺は多めに払ってるし。いや、それ給料日前だったから。じゃあさ、その過去のね、思い出とかを語り合うっていうのもいいじゃない、日記で。泥棒に3回入られただけやんけ、お前。本当の話なんだけどね。1回目、うん、10万円盗まれた。10万円取られたね。2回目、プレステのコントローラーと、うん、ワンピースの4巻から17巻ね、1巻から7巻まで持てたのかなって言ってね。3回目、これね、入られかけたのね。ガラスパリンって割って ドア開けたら、犯人がお面かぶってこうなってた。そうしたらこの人ね、その人見て逃げて逃げてって言った。恥ずかしいから言うな、ね、それお前。だから、そんな家によかったら遊び来てください。誰が遊びに来んだよ、そんな家。神奈川県川崎市多摩区、言うな、菅稲田堤の20。ほんまに全部言った。こんにちは、暴走スイマーズです。お前とはネタするとき以外はほとんど喋ることもなくなった。だからやるぞ、交換日記。嫌です。交換日記をやるようなコンビってまず売れないと思います。お前の最近の台本ちょっと古いなと思っちゃうときがある。じゃあこれからは河本がネタを書いたらいいんじゃない。今日は仕事休みにしたから。ごめん。こういうのを年明けにやるみたいだ。跳ねる可能性もある。あの人に構成作家やらないかって誘われたっていうのさ、本当？どうして断った？河本とコンビでやりたかったから。さよならじゃない、いつでもあなたと。カンニング竹山さん、好きです。暴走スイマーズ。どうせネタも大したことなかったんでしょ。やったことねえやつ気安く言うんじゃねえよ。でも僕は俺と一緒じゃ売れないって、いろいろ考えて決めた。解散しよう。あなたのその笑顔は僕を。ずっとずっと追い続けてきた夢を諦めるって辛いんだぞ。お疲れ様でした。本当は二人で成功したかった。私、河本の娘です。これは青春のすべてを捧げ駆け抜けたお笑いコンビの感動の物語。田中へ。実はお前に隠していたことがある。交換日記をしなければ解散せずに済んだのかもしれない。僕たちの交換日記。